回は全国の素敵なお仕事に携わるスタッフさんと女性の皆さん100名を対象にズバリマニコを知ってますかというアンケートを取りました。またこれスタッフが考えた新しい企画でしょ。ま、私を知らない人がそんなにいるとは思えないんですけどね。では早速結果発表といきたいところですが、まずは答えてくれた人のコメントをご紹介しますね。ブラックで見たのとお仕事探しをしていて知りました。ブラックの求人広告を見て知りました。バニラのトラックを見かけたって人がとっても多かったみたい。他にもこんなコメントもあるみたい。バニラのテーマソングをアレンジして SNS にアップしたことがあって、もしかしてリミックスコンテストに応募してくれたのかな。バニラって調べてバニラアイスより先に求人バニラが出てくるんすよ。アイスより先に求人サイトが出るなんてすごいじゃん。知名度的にイケてるんじゃないかしら。他には、あれって人間ですか。私はバニコよ。バニコバ、はい、ではいよいよ結果発表ということで BGM スタート。じゃーん。知ってるって答えてくれた人が 61.2%、 知らないって答えてくれた人が 38.8%、 半数以上は知ってくれてる。この可愛い顔を見かけてくれてるのね。うんうん。それじゃあ最後に今回のバニバナで分かったことは、バニラのトラックは有名。それじゃあ次回もまた見てね。で、私どっか行っちゃったよ。